さあやっていきます、もしきよシリーズ第5弾ということでね、やっと5弾目に差し掛かりますっていうか2クール目の頭かな、昨日休みだったんでね、あの昨日動画上げようかなと思ってたんだけど話す話題もなしにっていう感じだったんで、まずこちら見ていただきましょう。今日は清宮が初めての打撃の練習をしたという日なんですね。変わってますよね、このティーバッティング、ティーっていうかティーバッティングのティーって何かよくわかんないけどさ、普通あの下に支えがあってボールを置くようなやつじゃん、こういう風なね、上から通す式の、今もう一回見てみよう。はい、これこのティー変わってんなと、そんなこと思いましたけどね。バッティングフォームはどうでしょう、まあ大きいなという感じかな。頭はやっぱりぶれないしね、打つ時しっかりぶれないし、まあめでたいめでたいと言っていいのかどうかわからんけども、それでまあまああのまあ動画のあれだな、ゲーム試合の中でまた話していきましょうか。とりあえず今日は清宮がね、キャンプで初めてティーバッティング、やっとね、親指の状態があれだったのね、良くなったんだね、そういうことでしょうね。いやー、もしきよシリーズもやっと始まってきたなって感じですね。うん、やっと。で、考えたけど、このピッチャー契約します。ずっと考えていた。大してこのなそうだけどね、ピッチャー足りないから。金は足りない。もう9999万円しかないけど、ないけど、まあ、あの、金村悟放出したから、あ、まあまあ、ほら、ね、いいよ、このピッチャー、結構。いいよ。思った以上にいいよ。いいね。しかもほら、こちらとら、ほら、投手コーチがさ、森重とかだから、多分ね、OK? 取ったら多分ね、2軍にいるわ。森重とかだから、ピッチャーをね、ピッチャーないわ。あの、カーブとか教えられるんですね。生駒投手に作る。選球眼波。シュートは実戦で使えそう。この、なんて、門かな。読みだから。門、ピッチャーを上げていく。桜井、いや、使えるな。生駒を下げよう。あ、でも回復あるな。回復いいな。こんなか。結構、下げるなら黒木だな。こうなるね。うわ、一軍野手少な。野手少な。打順はもう固定しとこう。4番清宮、小笠原は最強の2番バッターにしてほしいから、2番。奈良原は、ちょっと待てよ。石本が DH。CD が DH。もう1人2人野手欲しいな、これは。まあ、しょうがないんだろうな。CD、DC。まあ、こうなるわな。となると、清宮4番、西浦3番。奈良原の方が金子誠よりはバッティングがいいんかな?かなぁ。後ろ弱っ。井出の方が金子誠よりは打つか。いやー、これは割としょぼいぞ。レフト、ライト、センター。レフト、西浦、ライトをバンド。ライトをバンドっていうのはどうなの?ダメでしょ。ダメでしょ。ライトとレフト逆だわ。これでいい。あ、違う。打順変えた。守備、レフト、ライト、肩が強い。まだ西浦の肩強いから、肩が強い西浦をライトに。これ。まあまあいいでしょう。これでいきます。で、金村をトレードに出すってことはもう決めてるんだから、金村は、オープン戦ではバシバシ投げ出していこう。で、少ない勝ちも拾っていこう。金村でね。みたいなことを考えています。
そうだな、岩本。岩本のスローカーブ上げとくか。せっかくだし、スローカーブ上げとくか。とことん。このモンテピッチャーも、9位も上げたいな。ピッ、体力も上げたいな。あ、体力上げよう。せっかくだした。いや、球速上げよう。もう、ブレブレだけど。で、金村を使っていくんで、金村は休み。このピッチャー、衰えがもう見えてるけど、見えてるけど、まあ、カーブで生き残ってもらおう。なんとか、カーブか。多分、早熟なんですね。早熟だからもう伸びないっていう感じになってる。伸びないか、もう。29で。まあ、しゃあなしだな。みんな体力鍛えてるね。体力鍛えるのは当たりか？この辺のピッチャーは別に体力鍛える必要ないからな、全く。中継ぎなんだから。まあ、体力かな。150キロの速球があるんだから、この辺も別に。金村。じゃない、立山だ。立山は、体力伸びんからね、カーブでいいんじゃない？ミラバムルも体力伸びるタイプじゃないから、なんでこんな設定したんだろう。前回の俺が何を考えてこんなことをしてるのかよくわからない。フォークが量だったから、制球かな。桜井体力、うわぁ、どうかな、体力だな。正田、まあ、正田はカーブを、覚えさせたいね、しっかりと。まあ、こんなとこでしょうね。なんか気に食わんところがあったな。それでいいのみたいなところが、なんかあったな。なんだったかな。パワーだとか。5バンドは DH で使うよ。したら。で、そうだな、西浦も、なんか前回の動画見てて、変えなくちゃいけねえなって思ってもらったんだけど、忘れた。あ、ちょっと待って。2軍の2人。いや、ま、これでいいね。よしよしよし。急ぐ必要はねえんだ。ゆっくり実況やっていいんだけど、ゆっくりやっていいんだけど、ちょっとあれだな。まあまあまあ、一試合やったらまたこの動画もあれにするから、あげるから。一試合であげるから。いや、どうなんだろうね。一試合であげちゃってるけど。まあまあ、ね、開幕するまではこんな調子ですわな。しゃあない。こんな感じであげていきますよ。このオーダーね。2番小笠原使ってたじゃない？ジャム時代、割と。最強の2番打者とか言って、バントロしない2番打者とかって2番使ってたから、その記憶がなんかあるから、小笠原2番で使いたいんです。だが、そう考えるとね、1番バッターがリードオフじゃないすぎるし、下位がね、おバンド以下がしょぼすぎる。おバンド以下がしょぼすぎる。まあ、見ていきますか。見ていきましょう。近鉄も今は亡き近鉄バッファローズがこうね、現代に蘇るという、若干ロマンのあふれる。武藤、大村、ローズ、中村、片岡、なぜか片岡が向こうにいるけども。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ご機嫌いかがでしょうか。ファイターズ、オープン戦の模様をお送りします。でも、清宮がファーストに入ってるけどね、これ現実には不可能かもしれないからね。アリゾナキャンプ始まってずっと清宮怪我してたからさ、その間、まあ一応ニュースをね、それなりに追ってきた。前回の動画からここまでの動画までは、誰だセンター守備、井出か。バント警戒。完璧だもの。これ小笠原じゃどうにもならん。これは、ねじ伏せろ。いや、ウエストしろ。ローズはもうウエストでいいや。
れ、ウエストしても振った。ねじ伏せろ。いや、長打、長打伏せ。ゴロゴ。いや、やりますね。中村のりがいる。のりさんがいる。打ち方もね、ちょっとね、ちょっと違う。ちょっと違うけど。まあ、まあって感じ。で、内から放出した片岡は5番に座る近鉄ですね。え、なんで5番に座れるの？じゃあ、ノリさん、ノリさんで DH だった今。よく見てなかったな。そう。ちょっと、金払いました。情弱かもしれん。なんか無料のソフトでもできるんだけど。金払ったためにね、ここに。ですね。ここに AMV のロゴがなくなった。無料ソフト入れても多分、まあいけるんだろうなとは思うんだけど、まあこんだけね、利用させてもらってるんだからね、お金払わないのもちょっとあれかなみたいな。あれかなみたいな。盗塁してみよう。よし、1点欲しいぞ。ダメか？いや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 、足止まってたでしょ、ここのところで。奈良原、小笠原のホームラン。いやー、やっぱね、やっぱ一味違う、この小笠原という打者は。サンキューガッツ。西浦、3番西浦、打率2割3分5厘。 AMV ってロゴなくなってるでしょ。3000円ほど課金したら、課金してなくしましたね。え、もう収益化の見込みもなくなるんだけどさ、なんかもうダメなんだよ。清宮シリーズやるにあたってはさ、ここでもしもさ、清宮の打率がここに出たらさ、今打率なんぼとか見えなくなるからね。それはもうね、シリーズとして成り立たなくなるので、もう出血した、出血大サービスじゃないの、なんて言えんだろう。血の涙を流して3000円を払った。まあこの試合は、まあ、清宮の打者。三塁ゴロ。もういいかな。オバンドはもういいかな。打率3割6分、20本、62打点。シーズン途中から使ったのかな。はい。じゃあ、ぶっ飛ばしていくよ。打たれるね、金村が。金村が打たれるね。金村。金村、ちょっと打たれすぎだろ、あんた。あんた打たれすぎだろ。こっちの守備にむしろ助けられてるな。しょうがないよな。金村がいまいちなんだが、小笠原の守備が。この辺りで、今ヒットだな。盗塁できるんじゃないか？ダメかな？盗塁してみよう。まあ盗塁しないと、まあね、次の。おお、積極走塁だな。まあ、次の回、西浦。次の回、清宮が先頭になっちまうかなみたいなこと考えたのに。次、清宮が先頭出したか。普通に清宮って言っちゃってるけど。清宮の名前をつけた。オリジナル選手、新人、即戦力の新人選手っていうだけだけどな。お！やる！ホームランこそまだ出てないけど、やるやる。清宮の打席をもうちょっと見たいんだが。
走った？誰だ走らせたやつは。誰だ走らせたやつは、おいこら。監督か？大島か？大島康則が清宮なんぞを走らせると、まあオープン戦だからいいか、オープン戦だからまあ許しましょう。まあ飛ばしてもいいか、別に井出だよね、あったよね、井出じゃないよな。積極走塁には声走らすか、ついに走らすか、せっかくだから走らすか。マテヤマそんなにフリーパスじゃないはずなんだけどな。マテヤマ結構肩強かったと思うぞ。この当時の近鉄のキャッチャーって割と他球団にいてもそこそこ活躍したよね。マテヤマもそうだけど、マテヤマ楽天で結構セーフしなかったかな。あと藤井とかもせ、あと磯部もな。磯部もそうだけどさ。藤井なんかもね、阪神に来てキャッチャーしてた時期もなかったしね。お、石本出た。石本早いぞ。これはもう余裕で塁を奪える。おお、今日だけで3盗塁ぐらいしてるな。それから清宮の記事も見ましたよ。今日の清宮の記事見ました。いい一日だったと思いますとかって書いて、まあ練習試合でちょっと練習試合でちょっとね、出場したんですよ、今日。韓国 KT っていうチームの練習試合。まあね、指の怪我があるから出ないだろうなとは言われてたけど、今日出たんですね、ちょっと実はね。だからもう最初のスケジュールでは、おそらくまだこの頃には出てこないだろうって言われてたんですけども、今日は出て、で、まあ、6回から2イニングの一塁守備についたとは、まあ、記事には書かれてますね。映像で見てないんで何とも言えないけど、まあ、打球の処理はなかったみたい。打席に立たないけど、守備の機会だけ作ってもらえるってのもなんだが、まあ、ハムらしい。神かよ。なんだこの小笠原。これぞ北の侍。サンキューガッツ。すごいな。1試合で2本、ツーランを打ってる。いやー、熱い展開だな、小笠原すげえ。あー、なもんだから、まあね、今日ティーバッティングはまあ、球を吊り下げる器具を使ってのティー打撃50スイングで、まあ、まあまあって感じかな。これからだんだん、明日からまたあれかな、バッティング練習もしていくのかな。そしたら、紅白戦とかでもきっと打席に立つでしょう。それちょっと楽しみだよね。またその、紅白戦立ったら立ったで、それを。その具合、そういうことをね、また、なんかどっからか映像捕まえてきてかもしれないけどね、大丈夫なのか、権利関係はとか考えてちゃうからね。まあその辺はまあ、まあまあまあ、あれあれみたいな感じでね。まあ紅白戦とか出るでしょう。まあそれもまた、つまみにしながら焼きつくの実況していきましょう。ね。清宮が、まあ多分次の動画ではおそらく紅白戦出てるんじゃないかな。うん、すでに。打たれるなぁ、金村がなんか。えらく打たれるなぁ、金村が。まあ、清宮が出て、まあ、なんか打席の結果もあるでしょうな。とりあえず、この、もし清シリーズの清宮は前回の動画でツーベース、今回の動画でシングルヒットを打ってる。まあまあ活躍してるな。またホームラン。おバンドか？おバンドかな？いで怪しい。よーし、走らせてみよう。また走らせてみよう。今度は金子誠。まあ、これぐらい走るわけですね。的山クラスのキャッチャーでも。だからそれが この焼きつくにおいても、盗塁が絶対というかね、盗塁がすごく強い。足が速い選手使って、こちらから指示を出せば、もうかなりの確率で。また、守備が荒い。金村悟ボロボロになるまで使ってるけど。お、また清宮チャンスが訪れそうです。そして小笠原メンデ防御率 8.03 とかなんだが、 8.03 とかなんだが、さあ小笠原ですね。打席には
ただ対左、小笠原頼りになる。あ、ダメだ。ん？お、お、ほう、小笠原今日すごいな。4打数3安打ぐらい打ってるわ。西浦バントしてもいいよ、ここ。うん、ここバントしてもいいよ。もう完全にあれだな。じゃあ選手交代して、西浦バントうまくないでしょ。バント D だもん。バントの上手い選手、上田でいいや。上田で、バント。清宮のためだけのお膳立て。まあこれはハムなりの洗礼だよね。とにかくパンダは積極的にこう持ち上げていくっていうかさ、人気スター選手みたいな、とりあえず前面に押し出していく。別にそれでいいと思うんだよ、プロ野球ってのは。実力のある人が出てくるのはもちろん大事だけど、で、まあ、人気がある選手もとりあえず使っていこうっていうね。人気ある選手で、が、こうやって客寄せパンダをするから。客寄せパンダをするから、他の選手はね、伸び伸びと練習できるっていうかね。まあいいでしょう。さあ、清宮打席に入りました。ここでのね、勝負、注目していきたい。このカメラ嫌じゃな。カメラ変えて。もう一回ミニ球場に戻ろう。ダメだ、変わらねえや。後ろからのカメラがいいんだけどな。外野フライにはなる。なろう。よし、清宮1打点あげました。さあ清宮だみたいな感じでね、もう新聞かな、スポーツ紙みたいな。5バンド2打席連続のホームラン。ビッグバン打線が爆発してますね。強いわ。ピッチャーの金村がピリッとせん分、打線がすごい熱い。あ、熱くはないんだけどな、本当のところ。たまたまだわ、たまたま。もう一打席ぐらい来るかもしれんの、もしかしたら。こんだろう。いや、来るかもしれんな。8回。楽しみにしておこう。金村ずっと投げさせてるけど、いいんかな。よし。今石本がホームラン打ったぞ。すげえな、おい。よし、最後の8回は、最終回にはならんけど、8回清宮に回ってくるかもしれん。このイニング大事にしていこう。落ちる、落ちた。じゃあ通りですね。バリバリハマってんな。清宮今日はね、だから韓国 KT の練習試合で6回から2イニング一塁守備についたらしいよ。ね、そういえばね、一塁守備といえば、今中田翔がちょっと怪我してんだよね。肩かな。だから、まあ、うまくいってるわけじゃないけど、中田翔の調整遅れがあるなら、清宮もファーストで使っていくのかもしれないね。なんかこういうふうな怪我とかなんとかって割と怪しいけどな。陰謀めいたものを感じるけどな。まあでも、清宮は別に俺好きじゃないけどな。おお、火の出るような当たりが。しかし守備範囲。好きじゃないけど、ハムの未来を背負っていく選手だから、やっぱ嫌をなしに期待しないではいられないよな。しないではいられない。もうね、なんかアリゾナで行ったらさ、早稲田会とかやってるわけだ。ね、早稲田出身の選手たちが有原とかさ、あと、斎藤佑樹とかさ、あと誰だ。石井和成かな。それと横か。あたりがさ、早稲田会をやってるわけだ。なぜか確か。確か、杉谷も出た。お？あー、残念。あ、中村のりを DH 使ってんだ。さすがにヘトヘトでしょう。誰が代わり出そう。ミラバル。抑えミラバルでしょ。ミラバル抑えのエースか。まあまあまあ。
朝食事やってるわけだ。だから早稲田の選手の、あと大島もそうだ。そう、大島もいますよ。なんかね、まあ出身校で固まるのはいいけどねーっていうか、活躍してくれなきゃ、慣れ合いをしてる場合じゃないんだよ、結果を残してくれよっていうね。こうやって派閥を作ってさ、立場の保身に走るんじゃなくバリバリとやってほしい。ハムみたいな、ハムみたいな環境でだな。なんかこう学歴みたいなもんでこう固まるのはハムらしくないね。日ハムってのはなんかこうもうその実力主義でさ、多少ちょっとこう変わった、ね、島流しになっている選手やさ、森本ひちょりみたいな坊主の選手やさ、あとはもう一癖二癖もありそうなダルビッシュみたいな、ダルビッシュも問題児だったからね、中田翔とかも問題児だよね。そういう選手入ってきて、まあなんかこう活躍するっていうチームだからさ、なんかこう早稲田会とかやってほしくないな。いいようで、早稲田会とかって言ってるけどね。でもね、横はすごい期待してる。あと今年斎藤佑樹なかなか良さげなんだよね。うん、今日も投げて、2イニング抑えてるんでしょ？ 2 イニングかな？ちゃんと見てなかった。2イニングじゃねえか。ハム、斎藤佑樹、練習試合で好投。結果だけ考えた。2番手で、打者7人に対して30球、1フォアボール、1奪三振。って書いてあるね。うん、ノーヒットだわ。ね、いいんだよ。斎藤佑樹がね、まあ、まあまあいい感じ。てかな、ハムの今のこの投手陣だとさ、上沢とかさ、あと、高梨、それから、加藤とか、あの辺りのピッチャーぐらいしかいなくてさ、有原も怪我しちゃってさ、なもんで。斎藤佑樹頑張ってくれないんだね、厳しい。新外国人選手、新外国人投手3人取ったけどさ、それもまあ活躍することがわからんしね。うん、ちょっと名前まで覚えてねえわ、新外国ピッチャーだけど、まあね、斎藤佑樹がまあ頑張ってくれるといいね。なんだかんだで斎藤佑樹にも期待してる。勝利完勝ですね。2桁得点、近鉄の監督はこれ梨田ですね。梨田、後に日ハムの監督もし、今現在楽天の監督もしている梨田ですね。ちゅうことで、いやー、喋り倒したな。喋りくり倒したな。野球話したいことがいっぱいあるな。どっちかと、あともうちょっとね、あれだったらね、今ギャオラ家に入れてないんで、ギャオラ。ギャオラ入れてないからね。昼間とかにこう、ダラダラっとね、日ハムのキャンプの様子が見れない。この時期に、見たい。見たいけど見れない。1724万円獲得ゲット。払えんのかな？月末払えるのかな ?1724万円。うわ、もう28分だ。いや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 、1試合で正常終了とは。収支が。ああ、なんとかあと4665万円やりくり。誰もいない。ちゅうことで、模式用シリーズパート5で合ってたよな。パート5で合ってたよな。ちょっと待って、確認するから。自分の上げてる動画で確認する。うん、パート5だ。うん。もう死去シーズンパート5でした。またね、1週間ぐらい経った時、多分ね、紅白戦があるよね。紅白戦が終わったら、またその様子をつまみにしながら、またね、またオープン戦やっていきましょう。なんせね、3月、2週、3週、4週、5週、あと6回をうまいこと割り振って、3月の開幕試合に合わせたいから、かなり牛歩戦術をまた取ってますけどもね。まあまあ、こんな感じでやっていきますので、じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。ほなまた。